あ、この笑い方。声の声量、声量を下げる。あ、じゃあ これくらいかな。ちょっと下げたよ。大丈夫？大丈夫かな。なるほどな。声変わってんな。声変わってんな。機材の違いもある。あ、それはあるよ。だってまつりお金なさすぎてノートパソコンでまず配信してたからね。ノートパソコンだよ。デスクトップのパソコンなんてすら持ってなかったし、ノーパソのモニター1個でやってたからね。一期生特有の金欠機材、そう、金欠の時期がめちゃありました。多分二期生とかも金欠時期あったと思うんだよね。初めの半年とか1年近くはあれだもん、お給料最低賃金最低額とかあった時にめっちゃ生々しい話すると、まあ過去の話だからね、まあ、ざっくり言うと10いかなかった。ほんで全然行ってない、そうそう、収益化だって2期生なんてしばらく通ってなかったからね。マジマジマジ暮らしていけないやん。実家だった。だから実家、だってアキロジなんてパソコン回線繋がんなくてスマホでやってたからね。そうそう、ずいぶん変わった。そうだよ。だって1000人いったらもうすごい、1000人だってやばみたいな。そう、1万人みたいな。だから今同時さ、今6000人同時って見てくれてるじゃん。同時通はね、だ初めての配信で800人だったかな。それでもね、多いなって思った。平均普段の配信は300人とかで、800人冷静に考えて多い、すごい多いよね。だから今なんてさ、でもなんか怖いもん。今みんな見てる？見てる？すごいなって。だからそれはでもホロメンみんなのおかげだなって思うし、ホロのリスナーさんたちもこうやってなんかこうツイッターとかでさつぶやいてくれたりとか、なんかこう応援してくれたりとかね、まあ普段スーパーチャットとかね、いろんなこうおかげでできる幅も増えてっていう、こうなんだろう、本当にリスナーさんありきだなっていうのを実感するわ日々。ありがとうございます。